プロ講師の実力とっこみよ。今日のテーマはこちらです。どうも石戸です。 YouTuber たるもの、耐え難きに耐え、困難に立ち向かわなければならない時もあるとの思いのもと、こんな企画を考えました。それがこちら。はいはい、激辛超超超大盛りギガマックス。はい、多くの YouTuber さんが食べているこの激辛ギガマックスをですね、YouTuber の石戸も食べようと思うんですけれども、もうただ食べるだけでは面白くないですよね。そこで考えました。せっかくこのギガマックスを食べるのであれば、食べるのと同時にこのプロ講師の力というのも見てもらったらいいのではないのかということを考えたわけですよ。どういうことかというと、プロの講師というのは質問をするプロです。その学生さんがはっと気づくような質問を投げかけるプロなのです。ということは、プロの講師であればどんな言葉でも相手から引き出せるのではないのかと石戸は思いました。そこでこのギガマックスを二人で食べて、その人に僕が今から指定するキーワードを言ってもらったら、プロの講師の力がみんなに分かってもらえるんじゃないのかと思ったわけですよ。つまりこうです。石戸、ギガマックス食べる。もう一人の人、ギガマックス食べる。そこで、ここで僕が質問を投げかける。そしてこれから指定するキーワードを、質問を投げかけた時に発したら勝ちです。石戸のこのプロ講師の力が分かりますよね。はい、で肝心のキーワードですけれども、今回2つ考えてます。1つは夏。夏という言葉を食べてる時に、こちらの食べてる講師の人が言ったら僕の勝ち。そしてもう1つは何かっていうと、積分です。積分、どうですか、どうですか。この激辛の焼きそばを食べてる時に積分というワードを発したら、もうそれはもう完全にプロの講師の力ですよね。この焼きそばを食べてる時に積分って言いながら食べてる人は見たことないですよね。そう、それがプロ講師なら可能になるんです。そう、的確な質問を投げかけるプロ、それがプロ講師なんです。今日はですね、この石戸のプロ講師の力をですね、ぜひ見ていただきたいと思います。なんかそうね、自信持って言ってますけど、もし失敗したらどうするんですか。任せてください、任せてください。ちゃんと罰ゲームも考えてます。その罰ゲームがこちら、激辛春雨エンドウ。そう、もし講師がその夏というワードと積分というワード、どちらか言わなければ、罰ゲームで石戸が激辛春雨エンドウ食べましょう。それぐらい自信があります。ぜひ見といてください。今日は激辛マックスを食べながらですね、プロ講師の力を見ていきたいと思います。おっと、言い忘れましたが、その肝心の講師の人は誰か、一緒に食べる人は誰かというと、前回ですね、日本一まずいお菓子を実況中継してくださったあのクラーク稲造博士にお願いしようと思ってます。それでは早速 VTR スタート。はい、今日はですね、クラーク稲造先生にまたお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。さあ今日はですね、先生、はい、なんと超超超大盛りギガマックスが食べれる日ですよ。おっと、最近出たこれは2136キロカロリー1日1食までにしてくださいと。そうです。しかも激辛です。激辛、これを YouTuber である我々で食べていきたいと思います。やっております。はい、こちらが激辛ギガマックスです。で、これをですね、これから2人で食べていきたいと思います。じゃんけんコーナー。これは何かというと、どちらがですね多いかよくわからないですけど、勝った方が量を選べるということですね。はい、行きましょう。いつでも世の中弱肉強食。最初はグー、じゃんけんポン。はい、じゃあお皿の方で、ね、ういー、じゃあ僕はこっちで、はい、行きましょう。行きましょう。それもなんか熱くないですか。確かに。なんででしょうね。これはこれですか。これですか。まだ食べてないのに。いや、熱気がこう。あ、そうなんですかね。なるほどなるほど。じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ先生からどうぞ。はい、クラーク博士、実食いきます。じゃあね、まずこのくらいでいきます。あ
とまず、いや結構辛み効いてるんですけど、むせ返るほどではない。こうゲロってなるかと思ったんですけど、意外とそうでもないですね。色だいぶ赤いですけどね、これ。そんなに辛くないですか、じゃあ。そうですね、一口目はそこまでだと思います。じゃあ行きます、食べます。はい、言ってそこまでかもしれないですね。いただきます。あるんですか。いいリアクション来ましたよ、今。皆さん捉えましたか、今の。いや、普通に辛いですね。いや、まあ確かに汗出てきましたけど、辛っ。まあもうお互い、もう虫のように。行きましょうか。はい。どうぞどうぞ。辛いっしょ。辛っ。辛いわ。ちょっと切り始めましたね。切りました。てかめっちゃ汗かいてるじゃないですか。絶対辛いっすよ。ねえ。辛いか。汗がボタボタ出てるから。いや絶対辛いっすよ。だから食べれないことはない。汗は毎回。なるほど。まああれですもんね。ちょうど汗かく季節ですもんね。今はね。これ夏ですか。ああですよね。ですよね。いやー、辛い。なんか、せっかくなんで、僕らインデリじゃないですか。だから、はい、この焼きそばをいろんな科目で形容してみませんか。あ、例えば、科学で言ったらこれ何の分野に相当するかみたいなの。何なんでしょうね、僕ら。仕事何なんでしょうね。教育だったはずですけどね。うん、あ、でも冷めて食べやすくなった。変わらない。いや、辛いわ。絶対辛い。いや、こういうので止まると大変ですからね。これを科目で例えてみましょう。科学の分野で言うとこれなんですか。大喜利っぽくでいいじゃないですか。大喜利でいきますか。この焼きそばは科学の分野で言うと何々です。その心は何々ですみたいな。それが僕ら教育 YouTuber の証じゃないですか。なるほど。行きましょう。科学の分野で言うと、よー、構造決定。構造決定、その心は止まらずにどこまで解いていけるか。なるほど、なるほど。まあ、あの、止まらずにどんだけいけるかってことですかね。僕はこれはなんかこう、高分子の匂いがしますけどね。このモサモサしているのが。ポリエチレンテレフタラート、ポリエチレンテレフタラート。動画作ってますので、よければ、はい、ぜひご覧ください。じゃあ次、数学編いきましょうか。数学編。今度僕からいきましょう。はい。これはあれですね。図形と方程式ですね、まさに。お、その心は？直線。ああ。直線ですよ。直線が、こう、P と交わる。P と交わる、これですよ。P、点 P、点 P、点 P と交わる。点 P。調子乗りすぎました。まさに図形と方程式なのね。この、線と線が重なり合うみたいな感じがしますね。どうですか？分野で言うと。クラーク博士の分野はいかに、どうぞ。これは積分でしょうね。積分。ありがとうございます。その心は完全に足し合わせて大きくなっていくじゃないですか。ああ、なるほど。やっぱり面積や体積を彷彿とさせますよね。そうです、そうです。あ、汗がここに。あ、本当。もはや努力の結晶ですね。本当に結晶です。着実に減ってますね。一緒のペヤングはまだまだ生きております。でもだいぶ減りましたよ。辛い。物理で例えたらなんすか。仕事とエネルギーですよね。なんでですか。これだって仕事とエネルギー。なんでですか。いや、完全にこの辛さで仕事されてるから、こうやって余ったエネルギーがこう出てきてるじゃないですか。なるほど、なるほど。深すぎるわ。仕事とエネルギーは引き出しましたね。物理は何でしょうね、例えば。
難しいですね。物理が一番難しいですよね。意外と科学と数学はなんとか、うん、難しいな。重力、重力ですよ。これこそ重力です。そう、これは口に吸い込まれていく。ヒューってなる。さあ、以上インテリ例えが終わりました。ちょっと IQ の高さか低さかどっちかわからないんですけど、伝わってしまったかもしれませんね。俺が辛さのせいなのか素なのか皆様のご想像にお任せしたいと思います。もうちょっとですね。一人で一箱は厳しいっすね。厳しくないですか？それの倍ですよ。やばいでしょ。はい、完食、クラーク完食です。おお、また汗がすごい。石トマトちょっとです。最後いきます。はい、先生、最後いきます。はい、完食です。実はこれ、裏テーマがあるんですよ。それは分かりますか？裏テーマがあったんですよ。裏テーマ、うん、もうさっきの科目大喜利でだいぶ裏テーマだと思いましたけど。食べながら、はい、2つのキーワードを言ってもらうっていう企画だったんですよ。キーワードだから、この2つのキーワードをクラーク博士からあぶり出します。もし言わなかったら、はい、罰ゲームってことで、あのピーヤングのあのエンドの春雨あるじゃないですか。あれも最近あれもついに。そう、いや、あれもしはい、キーワード言わなかったら、はい、罰ゲームで僕が食べることになってたんですよ。はい、けど見事言っちゃいましたね。まんまと乗っかってしまったわけですか。そうですよ。ちなみにキーワードは、はい、夏。あ、言いましたね。ね、もっともあると思います。あの科目大喜利の中のキーワードなんですか。はい、科目の中で、はい、もう見当つかないでしょうね、多分ね。そうですね、科目の中で見当つくものが全然見当たりない。何ですか、勇気とか構造決定とか、何ですか、仕事とエネルギー。最後何、積分。全く分からない。実は積分だったんですよ。あ、そうなんですか。そうこの焼きそば食べながら、はい、夏っていう言葉と、はい、積分というワードを出す質問をしますっていう。そんな、そういう裏テーマがありました。見事、大成功。今日は、超ギガマックスを食べました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日の人のイテレ、いかがだったでしょうか。本日は、激辛ギガマックスを食べるという表テーマと、プロの講習力を見せつけるという裏テーマでお送りさせていただきました。優れた講習力を持つ場合っていうのは、質問の投げかけ方がうまいという話をさせていただいて、こう見事夏というキーワードと積分というキーワードを言ってもらいましたね。正直うまくいったのかわからなかったんですけれども、見事大成功しました。実はこれってすごく大事で、学びにおいて大事なのは、相手にその言葉を伝えることではなくて、相手が自発的にその言葉を言ってもらうことなんですよね。自分で気づいてもらうような質問を投げかけるのがプロの講師だと僕は思います。ぜひですね、もしあなたが誰かに教える立場の人であれば、もしくは先生になりたいと思っている方であればですね、質問力を磨くということを意識していただき、そうではなくて、いや、そんな風には別に何か教える立場にはなりませんと思う人でもですね、人に物を教える時が来るかもしれません。その時のためにこの動画をちょっとですね、参考にしてもらえたら大変嬉しく思います。今日はですね、ギガマックスを食べるという表テーマと、プロの講師力という裏テーマでお送りさせていただきました。一緒にいてるではですね、学習の内容に役立つコンテンツや、たまにこんな変なをお送りすることがあります。あ、面白かったからもうちょっと見たいかもと思った方はですね、ぜひこの機会にチャンネル登録をよろしくお願いします。なんか人の苦悩が感じられてよかったよ、頑張ったね人よ、と思った方はですね、ぜひ高評価ボタンを押していただけたら大変嬉しく思いますので、ぜひよろしくお願いします。また僕は Twitter や Instagram もやってますので、そちらの方もぜひフォローをよろしくお願いします。それではですね、
今回ちょっと辛かったのでちょっと甘いものでも食べて口を和ませたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time。チャンネル登録はこちら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 。